そう、260万。おお、合計で？あ、びっくりした。あれ、260万って今一瞬。いや、260万でもすごいことやけど。2600万？うわ。え、待って。今2600万で、昔がなんぼやっけ？2年前の、その大西のあれは何やったっけ？が5000とかやったっけ？あ、6600万。え、でもすごくない？この何日間かでさ、2600万ポイント稼いでてさ、期間的にさ、すごいよね。だってこの6600万ポイント稼いだ時は、期間が23日とか24日とかあったわけで、あと今日何日目よ？ 10？ 16、16、17、18、16なんかほとんど時間なかったし、17、18、19、20、21、22、1週間ぐらいで、いや、ほんまにすごいよ。本当に本当に皆さんありがとうございます。改めて本当にありがとう。こんな普通じゃない数字をさ、普通じゃなさすぎるよ。だって普通じゃなさすぎる数字やのに、それがもうね、当たり前のようになってるけど、全然当たり前じゃないもんね。本当にありがとうございます。すごい。だってこれがさ、もしさ23日あったらさ、ね、めっちゃ行くよ。いや、本当にちょっとね、2600万ポイントか。すごいよ。なんかもう改めて 改めてすごすぎて、なんかもユリが敵になるとこうなるねんなって。ほんまやな ほんまやな。こうなるんだね。明日はユキリンさんも敵になります。
それはしゃあないわ。何も悪いことはしてないから。むしろ作戦やからね。いや、今日が22やろ。で23、24、25。ちょっとじゃあ待って。でもどうしよう。いやでもな、あやなんさんは金曜こうやるからやって、ちょっとメモっとこう皆さんの情報を、情報収集をですか。なるほどなるほど、 OK です。金曜か。そっか、25が4やもんね。作戦タイム。で、今横山4位やったっけ。そうよね。でも春ぴょんが多いやろ。そう、横山は全然3位内いけるって全然思ってるから、配信時間少なくても一気にポイントを集めるから、この方は。金曜夜公、夜、金曜公演は夜だけかな。むしろそこでメンバーとコラボしたりするので。ああ、確かに。確かし。確かし。しそう。コラボね。コラボ配信できないかな、他のメンバーと。多分ね、しようと思えばできるの。25とか、それを頼んでいいのかどうかを今すごくね悩んでる。なんかなーと思って。
なんかそれもどうなんやろっていう。そう、握手会の合間とかにやってたやつはみんないたからあれやけど、なんか、そう、全然ルール違反じゃないし、なんか作戦として頭すごいいいと思うけど、なんか、どうしよう、なんかなってなっちゃう。どうしようかな。なんかね、せっかくね、そう、大西のファンの皆さんも、チームメイトのファンの皆さんも、そう、協力して一緒にやってくれてるのに、なんかそこでなんか、ね、エイトのメンバーとコラボすればいいのか、じゃあ。エイトのメンバーとコラボするならしたらいいのか。もしするとすれば。まあ横山とかはね、あれやけど。でもなー、なんかコラボか。プライドの問題。大西の問題なんかな。西の気持ちの問題、これは。そうね。そうね。もちろん1位がいいけど、もちろんね、そりゃ1位を目指して頑張ってるけど、なんかがっつりコラボ配信っていうのは、なんかちゃうかなーっていうふうに自分的には思っているので、大丈夫。なんかもしそれで1位取れへんかったとしても、なんか、大丈夫かな。はあ、ちょっと待ってな。
それで。ちょっとあと3分、あと2分、あと1分半ちょっと待ってもらっていい？ あと1分半、あと1分半から2分だけちょっと。ああ、ちょっと待って。鼻がさ、赤くなるのが嫌やねんな。花粉症、あ、そうそう、そうです。花粉症です。そう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 。ね、今回はね、大西のファンの方だけではなくてね、チームメイトのファンの皆さんもね、応援してくれているので。そうですね。そう、花粉症がさ、やばくてさ、鼻水とさ、涙が止まらないの。そう、えらいこっちゃ。今はなんだ、ヒノキか。なんだ、ヒノキですか。稲か。今は稲か。分かった。稲花粉です、じゃよし。あ、ハルピョンいる。私が一番頑張らなあかんやで。いや、みんな頑張らなあかんわ。頑張ろう。アレルギーやばいな。アレルギーマジでやばい。犬やったっけ？ヒノキやったっけ？アレグラのマナカ。ねえ。ミサキが容易にいる。
無理だーって。なんで良いの？すごい。抱きつかれ、花粉がさ、もうさ、やばいね。長崎からの花粉やな、ほんまや。長崎の花粉ちょっとやばいわ。余計鼻詰まったし、余計出てきたわ、いろんなもんが。いやー、本当にねえ、もういろんな人に支えられてるなって思いますね、本当に。ありがとうございます。はい。はあ。ね。ちょっと。ね、1位を目指してた、目指してたが見まみもね、目指してるんですけど、やっぱりね、なんだろうな、ね、いいなとか思ってたけど いいなとか思ってたけど、でも本当に。ね、どうしようとかね、お茶飲もう お茶飲もう。そうですよね。もう
本当に今回の、さっきも言ったかもしれないですけど、今回の配信は本当に私のファンの方もすごく頑張ってくれてるし、他のメンバーのファンの方も、チームメイトのメンバーの方とか、STU のファンの方も来てくれてたし、とかしてて、本当にいろんなね、ファンの皆さんに支えられてるなって思うので、本当に、じゃないとこんなね、短期間でね、2600万ポイントなんて稼げないからね、本当に。だからほんまに、ちょっとね、何やろ、あれ、めっちゃなんかいつの間にか頭がある。え、あれ、いつからあった、大切に気遣いがない。え、ごめん、お家しかないたからやんな、ほんまにごめん。待って、もうちょっと早く、早く待って、早く待ってじゃない、ちょっと待って待って待って、泣き止む泣き止む泣き止む、ほんまにごめん、待って、もうほんまに気使わんといて、待って、ちょっと赤いのがあかんねんな、この辺が。 ちょファンデーション塗るわ、ちょほんまに申し訳ない。 どうだ、なんかどうだ、よし。はあ、ねえ、ほんまにありがとうございます。ほんまにごめんね。はあ、ちょっと待って、今無理。やっぱ画面見てたらもう無理かもしれんわ、私。ああ、ダメだな、なんか。ちょっと待って、今調子が悪い。調子が悪いよ。はい、もう本当に、はい、りがとうございます。あ、どうも、いきなり現れたんですが、ももきん TV のももきんと申します。はい、ちょっとね、お兄さんがね、ちょっとね、花粉症がひどいということで、ちょっと今回助っ人としてね、さっきお昼に来たばっかりだったんですけど、ちょっとまた呼び戻されて、ちょっとね、来ちゃいました。はい、どうも、失礼します。はい、ちょっとね、あ、先ほどはどうも、はい、先ほどはどうもありがとうございました。ラーメン美味しかったです、とってもね。 よし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 、うさっきのももきより鼻詰まってる。そうそうそう、ちょっとね、鼻がね、そうね、私もちょっとね、そう、イネ花粉なので、そう。そう、でも大西桃花さんはね、私よりももっともっとひどいって言ってたので、ちょっとね、
ちょっとね ね はい。本当に。あ、違う。あ、どうも。あ、まぶしい。あ、どうも。あれ。どうしたんですか、私ちょっと今鼻かんできてたんですけど。そうね、あ、そう、イレグラ、あ、アレグラ イレグラじゃない、アレグラ飲んできました。はい、お待たせしてごめんなさい。3分で戻ってこれたかな、大丈夫やったかな、おにし。でまだ続いてるってことはね、3分でね戻ってこれたもんね。ありがとうございます。あら、もうじゃあさっきモモキンさんおったで、ほんまにまたモモキンさん来てくれてたん？嘘やろ？え、今日のお昼もね、来てたらしいのね。え、びっくりだわ。また来てくれた？ 1 日に2回も登場したの？ほんまに？ ほんまに？嘘や。すごい。そう、ももきんさんってね、あ、つないでてくれてたの。あ、マジで、申し訳ねえ、ももきんさん。何回も何回も来てくれてありがとうだわ。ももちゃんがいない間に、差が縮まってるって。ああ、ほんまや。見てなかった、そこ。ありがとう、もう本当に、ごめんね。心配、もうあのね、心配しないで、もう大丈夫。うん、大丈夫。あれですよ、そう、なんでもない なんでもない。はい、なんだろうな、ね、こう今日までで、この1週間ぐらいでね、2600万ポイント、今そう、私のそのポイントが2600万ポイントまで貯まってて。この短期間でこの数字ってほんまにすごいことやし、まずは本当にこの1週間協力してくださっている皆様、本当に本当にありがとうございます。はい、やっぱりね、それでもね、そう、皆さんお強いので、だってちょっとね、一瞬今ね、ちょっとね、さっき10分前ぐらいまではね、ちょっとね、そう、はあ、なんですかね、そう、私自身すごくすごく負けず嫌いな性格っていうのがあるので、ちょっとね、1位っていうのに、まあ、すごいこだわりは持ってるんですけど そう、ショールーム毎日やってきて、そう、毎日やってきて、自分なりのね、ちょっとプライドとかもあったりとかして、1位絶対取りたいって思ってるんですけど。
こんなに支えて ダメだ、大西家はほんまに こんなにね、もう、もう はい。もうね、こんなね、お西をね、応援してくださって本当にありがたいし、感謝の気持ちでしかないし、花粉です 不安になっちゃう時もあるんですけど、でもなんかね、こんなにね、もうこんなごめんね、今ほんまに花粉です、ガチでマジでほんまに最近めちゃくしゃみするから、多分花粉が一気に発症しただけで、っていうのがあってね、そう、うん、そうですね。なんて言ったらいいのか、なんか今ちょっと言葉がね、正直パッと思いつかないんですけど、でもね、こうやってすごく応援してくださっているファンのね、皆様が。ね、色のにもかかわらず本当に不安になってしまって 本当に今はちょっとすごく申し訳ない気持ちでいっぱいです。ごめんね、本当にごめんなさい。そう、ずっとね、朝から夜までね 一緒にやってくれる人もいるし、お仕事の合間とかにね 来てくれる人もいるし。すごくね、っていうのは分かってるけど、なんかね、ちょっと不安とかになっちゃって、一瞬コラボとかにも一瞬 気持ちが最近揺らぎそうに。なってしまっとったので、ちょっとね、した方がいいのかなとか ちょっと思ってたけど、そう でもね、なんか なんかそれで今まで自分がうんって思ってたことをこう自分の意思を曲げるのもまた違うなとも思うし、うん、そうですね、私には私のことをね、好きでいてくださるファンの皆様とで、ね、チームメイトのことを応援してくださっているファンの皆様が、協力してくださっている皆様がいるので、こう自分がなんだろうな、まあでも本当に、本当に
なんかそうですね。で、自分らしく。そう、こんな4日前に泣いてても意味ないもんね。そう、4日前に泣いてても意味ないし、4日前に順位のことを気にしてこんなうじうじしててもほんまに全く意味がないってわけじゃないけど、今気にしてても意味がないことだと思うので、そんなん考えてる暇あったら楽しく配信せっていうやつなので。 ほんまにそう。こんな泣いてる絵面を見せられて誰が喜ぶねんって話よね。花粉のせいなんですけどね、まあ、時期的な問題で、まあ、花粉のせいで鼻詰まってたり、で、まあ、目もかゆいからね、涙もまあ出てくるんですけど、まあ、そういう涙もね見ててもしょうもないので、ごめんね、ちょっと。なんかもう結果自分が何を言ってるのかちょっと 伝えれてるのかわからないんですけど。花粉って厄介だね。ほんまに花粉って厄介だわ。ねえ、一生治んないからね、花粉って。花粉がライバル、そう。大西にとっての。大西にとっては花粉がライバル。そう。厄介よ、花粉って。大変。ということで、楽しく配信していきたいと思います。カラオケしながらコメント読むっていう配信はどこへ行ったのやら。花粉症の歌とかってないのかな。 花粉の歌とかないのかな。あれぐらいいっぱい泣けるな。 やばい、面白い。あれぐらいいっぱい泣ける。 あれぐらい投げてくれるの、ありがとう。 それはそれで それはそれで、であれやな、なんか ありがとう、大西の鼻づまり歌わせてくれるの、ありがとう。 ありがとうございます。 よっしゃ。花粉の歌探してみるわ、鬼しは今から。
ガチで探すっていう。花粉に効きそうな曲。なんかある？風邪ないわ。花粉に効きそうな歌。一回一通り今見てみてるけど、こんなにガチで探しても。こんなにガチで探してあれなのか。あ、なんかちょっと待って。あ、なかった。ちょっと。ちょっと一瞬じゃあ待っててもらっていいですか？ このタイミングでって思うけど。ちょっとじゃあ一瞬待ってて。2分半で戻ってくる。ただいま。ただいま。お花摘みに行ってた。めっちゃダッシュした。階段を瞬間移動並みに行ってきた。お待たせ。お待たせしました。はい。ということで。ひらめいたのかと、そう思うよね。そう。
なんだっけ。そっか、もう更新なのね。そっかそっか。じゃあ、更新したらこの後は、オッケー、とりあえずじゃあ更新するわ。 もう更新の時間って思ってなかった。では1位の方から読んでいきたいと思います。 グダグダでごめんね。 はい、では1位はとうとうアットマーク大西軍さん、とうとうさん、とうとうさん、とうとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が桃組おっちゃん、泣くな、元気出せ、笑え、鼻かめ、ふたい点の姿勢を示せ、さん。 当てたかな。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして最後がモダットアットマーク大西軍さん、モダットさん、モダットさん、モダットさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がメイチューアットマーク桃あずらいさん、メイチューさん、メイチューさん、メイチューさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が SL アットマーク大西軍さん、SL さん、SL さん、SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がハギハギアットマークももちをセブンに、ハッシュタグセブンにしさん、ハギハギさん、ハギハギさん、ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が DL アットマークちょいハゲおじさん人気43、ありがとうございます。 DL さん、DL さん、DL さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がマントウ TT アットマーク大西郡、大西桃花楽しい、ハッシュタグセブンにさん、マントウ TT さん、マントウ TT さん、マントウ TT さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がオパチョさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして10位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、RTO さん、RTO さん、RTO さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がラウラウンズアットマークリカ姫推し、ハッシュタグタキちゃんズかっこ大滝さん、ラウランズさん、ラウランズさん、ラウランズさん、ありがとうございます。イエイ。すごい、リカ姫推し。 嬉しい、ありがとう。そして12位が、コーヒレンさん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 、ありがとうございます。イエイ。そして13位が大粒ちゃん、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 ありがとうございます。イエイ。そして14位がさしこうたろうさん、ありがとうございます。イエイ。そして15位がシルビアさん、ありがとうございます。イエイ。そして16位がシンさん、ありがとうございます。イエイ。そして17位が、パルサ2000アットマークラリルレランリンさん、ありがとうございます。イエイ。そして18位がささとりさん、ありがとうございます。イエイ。そして19位がラムチャさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト20位がたくみさん、ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。はい。そして25位が寺田美咲ちゃん、ありがとうございます。もうほんまにありがとう、美咲。ダメだわ。先ね、美咲から LINE が来てね、そう、スクショが送られてきて、今4位にいるって送られてきて、その後にそう、ね、思い出したらちょっとまた花粉が来ちゃうから、ちょっと言わないでおくけど、すごくね、優しい言葉をかけてくれてたので、LINE で。 はい、本当にありがとうございます。 ゆりも来てたよって、ほんまに？うせや。ねえ、やだ。はあ。よし。そう、美咲の花粉もやばい。ダメだ、今、ゆいゆいさんがね。もう本当に何も、本当に良くない。違う。ほんまに申し訳ない。違うんだ。違うんです。本当に何も違う。
もう違うの、違う、大西が全て悪いんです。ああ、本当にちょっと待って。もうほんまに、じゃあ今の1時間ちょっと記憶消してもらっていいですか？ 一回記憶消してもらっていいですか？はい、ちょっとマジで何もなかったことにしてください。 楽しい時間を共有したっていう、なんかそうね、なんかプラスのやつだけ プラスのやつだけちょっと残して、他のやつは全て、皆さん得意ですよね、記憶喪失、パーンって何も忘れるの、はい、なかったことにするっていうのが多分ね、得意な皆さんだと思うので、はい はい、とりあえず更新したら全てなかった。はい、ではありがとうございました。 ちょっとじゃあすぐ更新するので待っててね。ありがとうございました。